どうも皆さんこんにちは、チャックパツです。今私は、ブルックリンのベッドフォードステーションにいます。で、今回ですね、アストブラザーズって皆さん聞いたことありますかね、ニューヨークブルックリンが、で生産されているチョコレートの店なんですけども、今回ねそちらに、紹介させていただこうと思います。それではね行きたいと思います。エリアもですね、だいぶ観光地化されてですね、ブルックリンも昔は治安が悪いと言われてましたけども、今はもう全然大丈夫ですね。で、観光で歩いてる方とかね、結構人通りも多いんでね、臆することなくね、行けるかなと思います。アメリカらしいですね。タトゥーのお店があったりして、こういう露店とかねあるみたいですね。行かれる際はね、Google マップなどをね片手に行かれると分かりやすくてねいいと思います。私も Google マップ片手に行っております。駅からね、ベッドフォードアベニューをずっと歩いてきたんですけども、N33 を右折します。信号はないんですよね。
これもマンションですかね。おしゃれな作りですね。一応ね、この通り沿いにあると聞いています。ありましたね。こちらですね、マストブラザーズと書いてあります。ほら、おしゃれな肌素材ですね。チョコレートの一文字の看板だけついてます。ちょうど駅から所要時間にして本当に5分ぐらいですかね。それでは中入ってみたいと思います。だったでしょうか。今回は、マストブラザーズのコレートを紹介させていただきました。まあ、試食もあるので楽しめるんじゃないかと思います。ちょっとマンハッタンから離れているのと、実はっていうわけじゃないんですけども、まあ、こちらはブルックリンのベッドフォードにある、まあ、あの直営店みたいな本店みたいな感じなんですけども、ニューヨークの、ね、各所で売っていますので、まあ、そちらで購入するのもいいかなと思います。で、雑誌等々にもね結構載っておりますので、私としてとてもおすすめとなっております。まあ、ニューヨークのお土産なんかも、ね、いいんじゃないかなと思います。で、まあ、チョコレートなんでね、夏場は瞬殺で溶けると思いますので、ね、まあ、最終日とかに、ね、買いに行かれることをおすすめします。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。